明日深淵を目指せ。実はつい先日、冒険者協会にある特殊な依頼が届きました。慎重に検討いたしましたところ、やはり旅人が最も適した人選だろう。はい、いつもと同じですね。では早速ではありますが、この依頼を引き受けてはいただけませんでしょうか。はい、では簡単に説明いたしますね。本件はシャブ業からの依頼になります。どうやら獣域ハウンド、そいつらが鳴神島に現れたのか。はい、そうです。それら魔物が一体どこからやってきたのか分かりません。ただ今回は群れをなしており、規模も大きく、目標が明確で非常に攻撃的になっています。信用が稲妻にとってとても大切な存在であることをあなたたちもご存知ですよね。古くより神謡は稲妻の地脈から汚れを汲み取り、土地の安定を維持してきました。その神謡が被害を受けてしまえば、汚れは再び稲妻を侵食し、大規模な災害を引き起こすでしょう。ですのでこの件は非常に急を要します。このこと天領奉行の人は知ってるのか。はい、彼らもすでに行動しています。ただ神謡の根はとても複雑なもの。獣域ハウンドも神出鬼没で数が多く、対処するのが難しい状況でして、そのため彼らは住民を守ることを最優先事項としています。魔物を殲滅するために様々な勢力へと積極的に協力を求めているようです。また本件に対し冒険者協会も力を入れてサポートを行っております。しかし現状、各勢力による獣域ハウンドの討伐はまだあまり楽観のできない状況です。ありがとうございます。心強いお返事を聞けてとても安心しました。では獣域ハウンドの出没地点をマップに記しておきますね。安心しろ、すぐ終わらせて帰ってくるぜ。新人冒険者はいつも同じ過ちを繰り返す。まさかまた神王に関する事件が起こるなんてな。それに
行こうよ。急がないと。でしたか。そういえば天領奉行内部の混乱を解決して以来随分と長く会っていませんでしたね。その口調、エイか。一撃でやっつけるなんて強い。とある用事のためその最初の準備をしていたのです。以前あなたと一緒に稲妻を散策した時、今の人々の状況を目の当たりにしました。それ以来、考え事に行き詰まると、心ともなく、外に出てみたくなるようになったのです。そうだよな。ずっと同じところにいたら息が詰まっちゃうし。念のため言っておきますが、これは決して娯楽目的ではありません。ここ最近、私は一心浄土のうちより、外界で起きている変化を見てきました。これについて私は十分に注意を払うべき一件だと考えました。そこで魔物を追ってここまで来たところ、こうしてあなたたちと会ったのです。もしこのことに気づいたのが将軍であって私でなかったら。お、どうしてだ？人形だったら助けてくれなかったのか？はい。私が人形に定めた規則では、こういった事件は三奉行に対処させるようになっています。しかし、獣域ハウンドによる神王への攻撃は、私にとって過去に起きたあの災いの記憶を蘇らせるもの。過去に起きた災い？そう。500年前、稲妻で起きた大きな災厄のことです。大地は漆黒の霧に包まれ、あたりには魔物がはびこりました。この災厄のせいで無数の命が奪われ、魔物は稲妻の地で数々の猛威を振るいました。そしてこの魔物の責務は、鋭利な牙と爪で空間を切り裂いて道を作り、より強大な猛獣を呼び寄せること。どうやらあなたも聞いたことがあるようですね。あれは、私が永遠に思い出したくない記憶でもあります。あなたたちからすれば、これら生物に対する私の行動は
過剰だと思うかもしれませんが、しかしやりすぎるくらいでなければいけないことなのです。うーん、わかるような、よくわからないような。あなたたちも同じ事情で来たのですから、一緒に行動しましょう。付近にあった痕跡から見て、まだこの辺りには魔物が数多くいるようです。そのすエイと一緒に行動できるのはなんだかすごく安心感があるな。これが俗に言う強者が一緒にいる時に味わえる優越感ってやつか。そうだ、魔物を片付けたらカーンルイヤのことについて聞いてみようぜ。この色、神王が傷ついた時の色に似てるぞ。こっちの方向だ、早く行ってみよう。幸い被害はそれほど大きなものではありませんでした。傷ついた神王の手当てはシャブ業に任せればいいでしょう。あの流れてるのって神王の樹液か？なんか光ってるけど、あれ？これってまさかこの人もう亡くなってるんじゃないか。今までも旅の途中で同じような現象をオイラたち見てきただろう。でもなんでこんなところに。二人とも辺りを確認してみましょう。俺はここで倒れるわけには。仲間たちのためにも俺は。おい、何があったんだ。お前たち何者だ。早く逃げろ、猛獣がまた来るぞ。奴らに目をつけられたらもう逃げられない。俺たちは稲妻を守り最後まで戦い抜かねば。何、知らないのか。辺りには猛獣があふれかえっている。それだけじゃない、もっと凶悪な魔物もいるようだ。やつ、俺たち人間が存在した証もおそらく奴らに食らい尽くされてしまうだろう。でも周りには何もないぞ。まだその時じゃないってだけだ。奴らは必ず戻ってくる。だが今は将軍様も狐西宮様もいらっしゃらない。頼れる。俺たちがあとどれぐらい持ちこたえられるか俺にもわからない。慌てることはありません、私はここにいますよ。将軍様、お帰りになられてたんですね。お願いします、どうか我々を助けてください。あなた様の無情なる来航がなければこの暗闇を払いのけることはできません。このまま落ち着いてください。もうあの戦争は終わっています。終わった？
一体何をおっしゃって。辺りをよく見ればわかります。草木は生い茂り、風も至極穏やかです。あなたの記憶にある平和な稲妻と何ら変わりないはずですよ。魔物もおらず、命を脅かすものもありません。確かに。しかし一体どうして。奴らはさっきまで近くにいたのに。つい先ほど私はこの目で見たんです。戦友たちの体が髪のように引き裂かれる姿を。おい、落ち着けって。ああ、そうか。将軍様が稲妻を救ってくださったのですね。将軍様を信じることはやはり最も正しい選択でした。将軍様がいる限りありがとうございます。将軍様、本当にありがとうございます。どうしたんだよ、一体。はい、もう消えてしまいました。オイラ、何が起きたのかよくわからなかったけど、でも私の考えが正しければ、先ほどの一幕はとある武士がこの地に残した記憶でしょう。神王は血脈から汚れを吸い取って浄化することができます。ハウンドに襲われた樹冠の傷から汚れが漏れ出し、凝集して実体になったのでしょう。もし集まったのが凄まじい汚れであれば、形成された個体は強い攻撃性を持ちます。そしてその汚れが浄化された時、記憶となってそこに現れるのです。浄化された汚れはすぐに散逸し、再び血脈へと溶けていきます。言い換えれば、彼らは長く存在することができません。つまり過去に亡くなった人たちの記憶が今ここに現れたってことか。その通り。あの兵士も数多くの犠牲者の一人であり、彼が言っていたことこそ500年前に稲妻で起きた災いなのです。はい、当時稲妻は数々の危機に直面していました。それは本土に関することもあれば、すでに滅びた王国カーンルイエに関することもありました。稲妻の災いは私にとって決して看過できるものではありませんでした。すぐにでも私が介入しなければ、その災いは、ただ私の友人である狐西宮は私にこう言いました。周りにある力のすべてをもって稲妻を守る責務を担い、誰も口にはしませんでしたが、私も彼女も分かっていました。その先にあるのが茨の道であること。それってカーンルイエに災いが起こった時、稲妻も襲われてたってことか。はい、無数の魔物が突如稲妻に現れたのです。狐西宮は人々を守るため、私は彼女の最後を見届けることはできませんでした。けれど彼女は命果てるその瞬間まで私との約束を果たしてくれていた。しかしそれでも稲妻の惨状は想像を絶するものでした。あの悲劇はこの大地に、そして私の心に大きな傷を残しました。えい。はい、失ったものがもたらす苦痛を私は直視することができませんでした。たとえたたり神を断ち切り、魔獣を殲滅できる強大な武力を持っていたとしても、結局時間には抗えません。しかし人間の願いを目にしてからは、私もいろいろと考えました。いつまでも過去にとらわれてばかりいるわけにはいきません。以前あなたと一緒に稲妻を散策した時、
数百年にもわたる稲妻の進歩を、そして人々の可能性を見届けました。前進することは損失をもたらしますが、それはまた出会いも生み出します。先ほどの兵士も数々の失ったものを見届けながら、それでも前進して戦うことを選びました。あの時代の犠牲者が命を賭してでも追い求めた未来、彼らの心の中に存在したその風景は、私の望んだ永遠とは違っていたのかもしれません。稲妻の神として、今こそ彼らの期待に応える時です。かつてその血を流してきた兵士たち、その輝かしい魂はこの大地に眠っています。あなたたちの努力を忘れることはありません。エイの表情がすごく真剣だ。行きましょう。私たちはまだ被害を受けている信用を調査しなければなりません。行け、こっち。獣疫ハウンドがいたぞ。私に任せてください。ここより弱滅の時。ふっ、はっ、ひゅっ、はっ、ひゅっ、さっ、はっ、はっ、逃げ道はありません。はっ、てっ、しゅっ、ふっ、ふっ、はっ、てっ、はっ、見切りました。ふっ、ふっ、と、ふっ、やっ、て、さっ、てっ、そこ、ひゅっ、しっ。あれ、Aの様子、なんかおかしくないか？どうしてそのようなことを聞くのでしょう？普段ならもっと手際よく刀を抜いて、シャキーン！って一瞬で切り伏せるだろ。心配はいりません。私はただ力を温存しておきたいだけです。事前にある程度の情報を得てはいますが、いつ不測の事態が起こってもおかしくはありません。ですから最善の準備をしておかなければならないのです。もしより強大な魔獣があたりに潜んでいたら、それに対応できるだけの力が必要になりますから。おお、さすが百戦錬磨の大将軍。この木の根は深い傷を負っているみたいだ。このことをシャブ行の人に伝えないと。あれ、また光り出したぞ。あなたは古山？ん？将軍様、遠方の戦場へとお出向きになられたのでは？どうしてまたお帰りに？遠方の戦場？これも500年前の出来事なのか。
私から紹介しましょう。この者は古山。かねてより私に付き従っていた茶人です。古山は目が見えませんが、常人をはるかに超える神秘を備えています。彼が入れたお茶は稲妻でも一二を争うものなんですよ。そんな恐れ多い。これはただ将軍様にずっと付き従って得得した特技に過ぎませんよ。ところでお客人をお連れのようですが、このような状況ではおそらく皆さんにまともなお茶をお出しすることはできません。何せ外はもう大混乱ですので。なあオイラたちどうしたらいいんだろう。そうなんだよ、外はもう猛獣だらけで真っ暗なんだ。それに怪我人もいっぱいいて。そうですか、もうここまで攻めてきたのですね。付近の住民はもうほとんど逃げました。彼らはこの老骨も連れて行こうとしましたが、私は意味がないと思い、将軍様がいらっしゃるのですから私が逃げる理由などあり、それにもしこれが将軍様ですらどうしようもないことだったとしたら、逃げるのは生き延びるため、行きたいと思うのはまだやり遂げていないことがあるため。しかし私にはあいにくそのような考えがありません。将軍様がお茶をたしなむとき、いつも無双のことを私に話してくださいました。その話を聞いていると、たとえ長いこと光を失っていた私でも、稲妻の最も美しい山々や海を旅しているような気、いつも言っていましたよ。美しきものは時の流れとともに変化し消えてゆく。だからこそ人生において悔いのないよう楽しまなければならないと。それって、私はすでに無数の美しき物事を見てきました。たとえ最悪の今であっても何の不満もありません。それも間違ってはいません。あと少しすれば私も将軍様にお別れを告げる時が来るでしょう。この災難の後、将軍様の再建した稲妻を見れないのは本当に残念で仕方ありません。しかしそれでもいいのです。皆稲妻が闇に包まれたと言っていますが、私の目には稲妻はずっと真っ暗だったんですから。災難が過ぎれば神聖が来たるもの。たとえ私がその時まで生きながらえたとしても、ただの風情のわからぬ盲目の老人。やはりこれ以上はやめておきましょう。おや、これはいけない。自分の話ばかりしてお茶を出してもいませんでした。将軍様がいらっしゃったというのにお茶すら用意できていないとは、なんと失敬なことを。少々お待ちを。今すぐ。おや、茶道具はどこに。
もしや他の者がここを離れようとした時、どこかにぶつけて割ってしまったのでしょうか。確かに茶道具はどこにもなさそうだな。やはりありませんか。いつもはすぐそばに置いてあるはずなんですが。いえいえ、客人に取りに行かせるなんてあまりにも礼儀を欠いてしまっております。問題ありません。あなたはここで休んでいてください。私たちがすぐに取ってきますので。将軍様は直々に行かれるのですか。なりません。そんな恐れ多いこと。それに外の戦況も。この場所は複雑で、あなたの記憶にある茶屋とは大きく異なります。私たちに任せてください。わかりました。まさか将軍様に茶道具を用意してもらう日が訪れるとは。最後の後悔と言いますか、最後の幸運と言いますか、まったく。どこに行けば茶道具が見つかるんだろうな。お茶は飲めなくてもいいけど、あの優しいおじいちゃんが500年前にいろんな悲しい目にあったと思うと胸が痛いな。私も彼の入れたお茶が恋しくなってきました。そうだ、上里屋敷に行こう。あそこならきっと茶道具を借りれるはずだ。旅人さん、それと将軍様、将軍様直々にいらっしゃるとは、どういったご用件でしょうか。茶奉行にある茶道具を貸していただけますか。はい、今すぐ準備してまいります。将軍様は中庭でお休みになられていてください。将軍様がいらっしゃったことをすぐに当主様にお伝えしてまいります。茶道具は準備が整い次第お持ちいたしますので。あ、いえ、彼に会いに来たわけではありません。休むよりもこの時間を使って旅人さんと話をするつもりです。はい、将軍様直々にいらっしゃったのです。最善を尽くさせていただきます。今すぐ手配してまいりますのでお待ちください。せっかく話をする機会ができたのです。私に聞きたいことが山ほどあるのではないですか。そうそう、オイラもそれが聞きたかったんだ。あの人の言ってた将軍様ってなんだかエイと全然違う気がするぞ。私がお茶を飲む機会はあまりなく、空いた時間はいつも武道の鍛錬に費やしていました。ですのでほとんどの時間、彼は前任の雷神、つまり私の姉である雷電誠のためにお茶を入れていたのです。もしかすると彼は二人の将軍に気づいていたかもしれませんが、ただずっと何も知らないかのように振る舞っていました。先ほど彼が言った理念も誠がずっと抱いていた現実に対する見方です。誠とエイの考え方ってすごく違うんだな。はい、それこそが私たちの間にある一番大きな違いでした。彼女が俗世で最も重きを置いていた考えは無双、すなわちより良い未来への承継だったのです。
似た点もありますが、少し違います。あなたが一心浄土に入ってきたとき、願いを象徴する無数の星々が彼方の空で光り輝きました。今思えば、彼女が正しくて、私が間違っていたのでしょう。そんなことがあったのか。誠は私よりも遠くを見据えていました。彼女にとっての無双とは、願いよりも実体のない抽象的な状態のことだったのでしょう。願いが指し示すことのほとんどは特定の物質や結果です。それはそこで終わることもあれば、新たな願いにとって変わることもあります。誠が気にかけていたのは、人間に新しい願いを生じさせる原動力。その原動力は本能によるものであり、言い換えればそれも一種の永遠なのです。何を言ってるのかわからなくなってきた。わかりやすく言うと、誠は結果を気にしなかったのです。あの時の私にはどうしても理解できませんでした。全てが前へと流れているにもかかわらず、一体どうして永遠を保っていると言えるのでしょう。しかし、それが彼女の永遠に対する解釈でした。はい、以前の私は彼女が何か底知れぬ英知を手にしたからだと考えていましたけれど、ようやく分かったのです。誠のその考えは一見単純ですが、より成熟していて先を見据えた慎重な選択であったのだと。今のエイなら誠を理解できるのか。私の過去の永遠に対する考えはあなたたちも見届けたはずです。今の私はもう失ったものに固執することはありません。私と彼女は分かり合えたと言えるでしょう。将軍様、茶道具を見つけてまいりました。この一式が最も将軍様にお似合いかと。へえ、とても趣のある良い品ですね。そんな将軍様からお礼を言われる日が来るなんて。将軍様は実は話の通じるお方なんだぜ。二人とも戻りましょう。あまり古山を待たせてはいけませんからね。自分で茶道具を探しに行ったのかな。私たちが以前見た記憶と同じように、地脈の力をもってしてもそう長くは存在できないのかもしれません。じゃあ、あの人が入れたお茶を飲めないのか。それにさようならも言えてないぞ。地脈の中にある情報はあまりにも複雑で無秩序。このように再び彼に会えたこと自体がすでに貴重な縁にとも言えます。でも
せっかく茶道具もありますし、私がお茶を入れてみましょう。私は幾度となく古山がお茶を入れる姿を見てきました。何も問題はないはずです。できました。飲んでみてください。お茶を入れているとき、なんだかとても複雑な気持ちになりました。どう言い表せばいいのかわからないのですが。あなたの言う通りですね。今日は私の記憶を呼び覚ますものをたくさん見ることができました。そしてたくさんの人々のことを思い出しました。狐西宮、誠、それから私の目の前で去っていった友人たち。先ほどシャブ行でお二人に話したのは、どれも比較的軽い話でしたが、今度は少し重い話をしたいと思います。500年前のあの災厄は、私から狐西宮という友を奪っただけではなく、誠とも永別させたのです。彼女もその災難で亡くなったのか？はい。彼女は私に黙って、一人でカーンルイヤに向かいました。私とは異なり、誠は武芸に秀でてはいません。ですので、何か危機が訪れた時は、いつも私が代わりに出向いていました。しかし、あの時はどうしても私を置いていかなければならなかったようで。いえ、私を背後に隠したと言った方が正しいでしょう。私が気づいた頃にはもう。そうです。時すでに遅し、ただ次第に息が細くなっていく彼女を見ていることしかできませんでした。彼女はすでに意識を失っており、私は彼女の意識空間に入ること以外何もできなかったのです。あなたたちにとってはあの一心浄土のような場所がそれに当たります。そこで私たちは最後の別れをしました。同国する私は彼女の考えを理解することも叶いませんでした。どうして先にカンルイヤにたどり着いたのが私じゃなく彼女だったのか、どうして私に言わなかったのか、まさかかばうためだったとでも言うのか。私はそこで永遠を追求すると決心したのです。その決意を示すため、私は彼女の崩壊しそうな意識空間をとどまらせ、稲妻へと持ち帰りました。そうだったのか。驚くことに、稲妻へ戻ると陽光山の頂上に巨大な桜の木が現れていました。そう、あなたたちも知る神王のことです。あなたと同じく、当時すべての人が当たり前のように神王は昔からあったと言っていました。
なぜ私が驚いているのか、全く理解できないような顔をしていたのを覚えています。誰も疑う者はいませんでした。神王の存在は、私の記憶と明らかに食い違いがあるのに、私だけが、それに気づけていたようなのです。結局私は、それがあの意識空間によって引き起こされた不思議な事象だと思うことにしました。神王の力を借り、私は稲妻で起きていた魔物の災いを鎮めることができました。なんだか、もうオイラが理解できるレベルの話を超えてて、ちんぷんかんぷんだぞ。ええ。彼女のこの大地と人々に対する情愛に比べれば、私もまだまだです。もともと、この過去は、もう二度と口にはしないと決めていました。決別を直視するのは、とても苦しいことですから。ですが、苦味のあるお茶を喉に通せば、甘い後味がついてきます。そろそろ、すべてを直視すべき時が来たのだと、そう思ったのです。そうだ、エイはあの戦いを経験したんだろ？だったら。お兄さん？そうですね。あなたが家族を探していることは聞いていましたが、まさか、その彼も、カーン・ルイヤの災いと関係が？オイラたちが知る限りでは、どうやら関係してるみたいなんだ。すみません。私もその全てを直接見たわけではありません。あそこに着いた時、凄惨な戦いはすでに終わりを迎えていました。それにあの時、私の心は完全に稲妻と親しい者たちの不幸によって埋め尽くされていましたので、おそらく、あなたたちの役に立つ話はできません。そうか、残念だな。でも仕方ないか。エイにも同じように、悲しい過去があったんだな。最後の一杯は、茶人に捧げましょう。再び出会う機会をくれた、この運命に、深い感謝を。じゃあ、引き続き痕跡を追いかけようぜ。